回カートランドで練習中見かけました。すると本当がもたせました。中高速コースで転倒するとどうなるのか。これがね、まあ交換中の三つ股なんですが、こちら側がこれ正常です。でこちらがこれ一応ハンドルストッパーなんですよね。こんなに変形しちゃいました。で本体側はどうかというと、これですね、本当にねへこんじゃってます。ステムの付け根がもうへこんじゃっています。ということでこれはステムは大丈夫なのかなと思います。三つ股横から見るとまともそうですが、真横にしてみるとこれほどね曲がってます。ステムがこれほどいくということは当然ですけども、ホイールも売れています。もうこれね5ミリぐらい触れてます。ということでフロント周りが大半になります。高速コーナーはレッツは苦手ですね。今回はブレーキシューをベートナルモールに交換しました。ホイールもね一応500円ぐらいだったかな。ステムは1500円ぐらいだったかな。まあ、簡単にねリカバーできるのがレッツのいいところですね。まあ、ハンドルはね、なんとかセーフでした。しかしね、ここがね、折れております。これね、新型のにこのブレーキだけ変えてます。これ、憎いタイプにしてはあったんですが、それでも折れておりますので、やはり予備は必要ですね。